日本の場合今有事と言わざるを得ない。有事の時というのは今までの経験がものを言う。経験か。総裁選立候補している中でいうと経験積んでる人って誰なんですか？まあやっぱ河野太郎ですよね。<laughs> そうですよね<ー>、まあ。立候補してるわ方、ね、圧倒的に。で、じゃそれをなぜ河野太郎さんならできるのかちょっと聞きたくて、僕河野さんって。 怖くないですよ、ね、大丈夫ですすねね僕怖い人に質問するのちょっと、えー、全然僕全然怖くない人なんですけど<笑><笑>一応ブロック太郎っていうちょっと面白めのあだ名とかついちゃうじゃないですかちょっと怖い人みたいなすぐブロックする人みたいなのに認定されちゃうんですからはうんんででしょうかねあのーはい、いよろしくお願いしますよろしくお願いします

まあそんなこと言われてもですよね。<laughs> <laughs> この番組は結構プライバシーさらされたり、まあ批判されたり、X でクソリップ飛ばされたり、まあいろいろ嫌なことがある政治家って職員なぜついてるんですかっていうのをお聞きしていく職員です。はい、最近クソリップいっぱい来てますか大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です, <laughs> 夫ですしっかりあの誹謗中傷はブロックしてます、ね。ブロックしてますか？<laughs> さあ、<laughs> そこら辺まででぜひぜひいろいろ聞かせてください、えー、今日ですね、えー、自民党総裁選スペシャルでして本日のゲストは河野太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします大変失礼なんですけども初めて見る方もいらっしゃると思うので簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかはい、はいえー、こんにちは河野太郎です1963年1月10日生まれ、えー、大型ヤギザかな自由民主党で えー、衆議院議員、えー、当選9回、えー、今、デジタル大臣やってます、はい、出身は神奈川県平塚市、えーまあ、そんなところで,いいで1月10日生まれなんですね、はい、結構正月の慌ただしい <laughs> 1月10日はですね、福沢諭吉誕生日で、はい、だからあの<う>僕、慶応中等部10校、大学2か月行ったんですけど、えー、毎年、私の誕生日は休みっていう。あ 最高ですね。そうなんです。みんなあの同級生に俺の誕生日で明日は休みだから。<laughs> <laughs> そうか。雪次先生のはお祝いで休みなんですね。慶応。そうなんうなるほどなるほど。え今度さんにあのバシッとお聞きしますけれども、初めちょっとみんな聞いてるんですけど、まあ担当直入にてなんで政治家をやろうと思われたんですか。なんで政治家やろうと思ったかというと、僕あの慶応大学2ヶ月で辞めて留学して、はい、最初。 全寮制の高校に行って受験してワシントンのジョージタウン大学という大学に入ったんですね。で、ジョージタウン大学に行くと新入生は全員寮生活。うん、で、ワシントン・ポストっていうワシントンの新聞がその寮の部屋の入り口まで新聞を配達してきてくれるんで、はい、まあ英語の勉強だと思って僕はそれを購読して、一面は全部辞書を引いて毎日読むと。で向ここうはんんな新聞分厚いんで あとはもうパラパラ見出しを見て面白そうな見出しを読むか漫画を読むかぐらいだったんですけどこうパラパラ見てても日本のニュースってないんですよジャパンの J の字も出てこないであの結構貿易戦争盛んな頃なのにいつかさんのですいやいやレーガン大統領1980年代前半。 で僕はその時にあの日本の商社のワシントン事務所に行って前の週の日本の新聞をもらってきてジョージタウンの大学の図書館に置くっていうのをボランティアでやってたんですけどそれはもう一面はレーガン大統領芸能面はマイケル・ジャクソンとマドンナスポーツランはメジャーリーグってこうアメリカのニュースがいっぱい出てるのにあのアメリカの新聞には日本が全然出てこないっていうこの,この格差はなんとかせにはいかんよなって思ったのが多分。 あの政治家を目指そうと思った一番最初のきっかけだと思います。はい本のプレゼンス低いぞというか、ないぞないぞ <laughs> 80年代でもそんな感じだったんですか80部がだから、82年から5年の12月まで行ってましたけど、はい、はい、結構だから、いろんな日本製品をアメリカの議員がハンマーでぶん殴って壊したりとかですね、そういう時期なのに、あまり日本のニュースが出ないっていうのは、何年なんだろうね っていうそういう感じで、でそれなぜなのか今日ちょっとインタビューの中で紐解いていきたいんですけど、まあ今あのそうやって政治家を志した日本のプレゼンスについてですね疑問を抱いてないと思って政治家を志した今野さん総裁選に立候補しましたまたまたなんで立候補したんですか <laughs> そう結構今回乱立してますけどあ大丈夫 じゃあここら辺でのはい TBS のカメラ出ますんであそれは TBS の TBS の一個だけいいカメラなんですよなるほどなるほどなるほど一つだけ高そうなそうなんです重そうな重そうなんですよあ全然いいですよねしかも音声さんまでついてきてくださってじゃあ続けさせていただきますはいすいませんはいここからじゃリハックのみということでなんで総裁選 今回,今回は少し今までの総裁選と違うと思っていて今までの総裁選挙って日本どうしますかっていう、まあ、日本の国の形を語ろうみたいな総裁選挙でよかったんだと思うんですけど、はい、今回はもうこのロシアがウクライナに、えー、侵略をしている、はい、中国も南シナ海、東シナ海でいろんなこう力による現状変更をやろうとしている。 中中東の紛争は拡大ししよううとしているっているで本来ならアメリカの大統領選挙でこの世界どうするんだっていう議論を多分候補者同士がやる昔のケネディ・ニクソンみたいなところが全く今の大統領選挙はそういう議論にならない中でやっぱりそうすると日本はこの世界どうしようと思ってるのっていうのをやっぱり日本が言わなきゃいけないし今は日本が言うとみんな世界中が耳を こう傾けてくれるようになったそういう中でやっぱりもう今までみたいなこの憲法9条一国平和主義日米同盟でなんとかなりますということではないよねともうこういう状況になってワシントンもどっち向くかよくわからないような中で、まあ、日米同盟は基軸ではあるけどもアメリカがどっち向くかわからない時にそればっかりっていうわけにもいかないよねと。 で一方ヨーロッパはヨーロッパであんなウクライナがあって大変なのにこの自由で開かれたインド太平洋にコミットしますと言って海軍をいろんな国が送ってきてくれる時にこっちは何もやらなくていいのかとだからやっぱり日本ってもう自由主義民主主義の国とやっぱり連携して世界中の平和をどう守るかっていう議論をやっぱり日本がしてそういう役割を果たしていくっていうことをしないともうダメな時期に来てるんだと。 だから、それをそういう議論を僕は仕掛けていきたいと思ってやっぱり今回、この総裁選挙、あの立候補して、世界の形をこの総裁選挙で議論しようと、そういうつもりでいます、はい、ありがとうございます。まあ、その安全保障を取り巻く環境が、えー、今、平時じゃなくて有事だと、うん、有事の今こそ河野太郎という,こう今回、キャッチフレーズですけど、まあ、この辺も後で掘っていきますがで、ちょっとその世界情勢のところから聞いていくと。 まあ、ウクライナとロシアに関しては日米の見解って、まあ、比較的一致してると思いますとイスラエルとガザについてお聞きしたいんですけど、まあ結構ウクライ、ウクライナじゃなくてガザとイスラエルの関係に関してはやっぱりそのアメリカとイギリスがダブルスタンダードなんじゃないかと、まあ、きっかけはやっぱりそのガザのし、うん、イスラエルに対する侵攻ですから、うん、これ許されるもんじゃないと、うん、非難されるべきだと思うそこまではみんな一致してると思うんですけど、うん、その先の展開イスラエルはさすがにやりすぎじゃないか国際を守ってんるのか虐殺じゃないか。うん いう意見がある中でアメリカとイギリスの対応に関してはやっぱ世界の中で相当反発がダブルサンドじゃないかとあるしアメリカの中でも若い世代はやはり違うんじゃないかと、うん、っいう意見が最初のハマスのテロはこれは許されるものではありませんしこの人質をわっと取っているというのはこれ早く人質を解放させなきゃいけないというのはあのそれはもう多分いろんな余地はないんだと思いますけども逆にこのその後のイスラエルが ガザに対してやってきているあるいは西岸に対してやっていることっていうのはこれは明らかに均衡をしてそのやりすぎだよねとでしかもこの200万人のガザの人たちをあそこまでその何て言うか攻撃をして家族が殺されましたし友人が殺されました。 えしかもあっちへ行けこっちへ行け食料も医薬品も十分のない中でこんな状況にしておいてっていうこれはやはりちょっと国際法的にも許されないんじゃないのかなとだからここは一回きちっとやりすぎだよねっていうことを本当は国際社会があの出てって言わなきゃいけないんだと思うんですがなかなかそこはそうならないっていうのは これはやっぱり日本としてはちょ,ちょっと待ってくださいとあの一旦一旦まずこのテロリズムと関係ないこのガザの一般の人たちをまずちゃんとしましょうとそれからそのイスラエルに対しては一体このあとガザどうするつもりですかということをあのちゃんと国際社会が間に入ってやっぱり解決に向けて動かんといかんし あの日本はこれまで割とこの中東の中では中立的な立場でいろいろものを言えるあのアメリカとも日米は中東では少し立場違うよねということをお互い分かりながらやってきてますからあのここは日本はもう少し関与した方がいいんだろうと思います。ありがとうございます、まあ、確かにその中東でのの日本の まあ新日ですごいいい、うん、んからあんまり対,対米感情とは違うという状況があるのは確かなんですけど <laughs> 貧乏オフィスですぐにいいんだと思っちゃってくださん、これ、携帯を、これもフランクに流してくるので明らかに日環状と米あの対日感情と対米感情違うという状況がある中で、うん、河野さんはやっぱ総裁選でこう総裁になったら総理になるわけですよね。 外相経験もあって、うん、まあ国際情勢の裏の裏まで状況分かってると思いますその上でアメリカにどういうアプローチをますやっぱりアメリカに対して少しイスラエルをきちんと抑えなきゃいかんとこのガザをどうするのかっていうのをやっぱりその国際社会の中できちんと絵を描いてあの少なくともガザの200万の人それから西岸に住んでいる人たちもこれ同じように。 今あのイスラエルにいろんなことをされて困ってますから少なくとももうことここに至ってはやっぱりこのパレスチナ問題についてあの道筋をちゃんと国際社会で描こうじゃないかっていうことを我々言わないといけないんだと思うんですあの我々このロシアのウクライナ侵略というものに対してこのロシアに制裁をしウクライナにまあ様々あの支援をしている中でこの グローバルサウスからその対応とイスラエルがガザにやってる対応に違うじゃないかっていう声は当然出てきて特にこのアメリカはじめ何カ国かは二枚舌じゃないかという批判が出ているこれは私は非常に良くないことだと思いますからやっぱりそのテロリズムに対してはきちんと非難をし対応するけどもその後いくらなんでもこの状況は あのやりすぎだということをやはり国際社会からきちんとイスラエルに対して物を言わなければいけないしイスラエルを支援しているアメリカその他についてもちょっと待ってくださいということは言う必要があると思いますそのアメリカの,やっぱその二枚舌外交もしくはダブルスタンダードに対するとこやっぱまあ第三世界って今言うのかなちょっと言葉が適切かどうかわからないですけど、まあ、非先進国みたいな世界の中でかなり思い強いと思うんですよねの中で 日本はアメリカにやっぱ同盟国ですか言える立場だけどやっぱりこう圧倒的にその軍事力も違いますしうん素直に普通に言っていることを聞いてもらうと思うんですけど河野さんならどうやってアメリカにその日本の立場あるいは日本が親しくちゃんとしなきゃいけない第三世界の人たちの意見をアメリカに聞いてもらうことができますかこれはですねやり方がいくつかあって1つは表で言うというやり方とその表には言わないけども裏でホワイトハウスなり ワシントントに働きかけをするというやっぱり方があるんです、ね、この今の中東の問題この段階ではあのかなり厳しい要するに大統領選挙を前にして、まあ、今かなり政治の季節になってますから表で言ってもほとんどその選挙の中で何言ってんだってことになっちゃいますからこはやっぱりバイデン政権に対して の見えない形ではあっても、きちんと日本としての提案をする、あるいはあのいくつかの国と一緒になって、アメリカに対して、少しあのこのイスラエルの状況を抑えるために、こういう提案をしようじゃないかということを、やっぱり言っていく必要はあるんだと思うんですよね。外務大臣経験ししたた河野さんのはそのルートあるとと、はい、いうこでですねわかりましたで あのー、初め国際関係とか安全保障の話から入りましたけどキャッチコピーが有事の今こそこうナーだろう今どう何が有事と捉えているのかというのが1つ目の質問で2つ目の質問が有事と平時の最初支出がどう違うのか求められるのが違うのかこ,こ聞きたいんですけど1つ目有事というのはも,、うん、もちろんこの国際情勢有事だと思いますがそれだけではなくてやっぱり例えば日本の場合地球温暖化で台風がものすごく強くなって まあ地震もありますし風水害台風もあってこの防災についても今有事と言わざるを得ないそれから財政もコロナでこの皆さんの生活を支えるために財政出動しましたけどもコロナが終わった今これはやっぱり財政規律を元に戻さないといけないこれはあの財政の信任が損なわれるのはあの割と階段を転げ落ちるように早くなりますから。 やっぱりここはちゃんと財政規律を守らせるという財政の有事にも向き合わなきゃいけないそれからやっぱり1億2,000万人の国民の皆さん一人一人がそれぞれ自分の有事と向き合ってるっていう状況でこれは孤独孤立の問題もそうですしあるいはこの収入の問題もそうですしいろんな健康の問題もそうだと思うんですけども。 やっぱりいろんな問題を抱えている人が多くなっている中でそういう問題を一つ一つこう解決をしていくなんていうか手助けっていうのをいかに行政がやれるかっていうのがやっぱり大事なんだと思います。あのそういう意味で僕は有事というふうに言ってますけどもこのやっぱり有事の時というのは今までの経験がものを言う。 今までこういうことはこういうふうういいとはに当たったっよね例えばワクチンをやるためにやっぱりこの現場の首長さんと毎日何十人とオンラインで現場の話を聞きながらいろんなことをやってきたよねっていうようなこのこれまでの経験が一つものを言うということとそのワクチンの時ももうとにかく温度管理と記録をちゃんと取る以外は任せると。 自治体やってくれと責任はこっちで取るからと言ってスピードアップをしてもらったわけですけどもそ,のそういうある程度批判の矢面には立ってボロボロになるけど改革を実際にいくつも実行してきたっていうやっぱりそこがこの有事には必要になってくるんじゃないのかなと。経験平時に経験を積むっていうのはできると思うんですけども有事はやっぱりその積んだ経験を生かすのが 有事なんだと思うんですね。その外があれ狂ってる時にさあ、経験積みますっていうのは、いやいや、ちょっと待ってよ。っていう、それ今じゃないだろっていうことなんじゃないのかなと。総裁選立候補してる中でいうと、経験積んでる人って誰なんですか?。まあ、やっぱ河野太郎ですよね。<laughs> そうですよね。<の>立候補してるわけですから、ね、圧倒, <laughs> 圧倒的に。まあ、そうですね。あの大臣もデジタル庁だけじゃなくて、外務大臣とか、行革ですかね。行革とか諸々やってこられた。 一つ、先ほど有事の中の一つ二つ目でしたかね、お聞きしたいんですけど、財政規を戻すと、うん、これ、具体的には今、どう聞きで、どうやって戻していくんですかあのやっぱりコロナの時に、例えば補正予算、議論のベースが30兆円からみたいな話になりましたけど、はい、まあ補正予算って普通は数兆円、うんえー、それをコロナだからといって、もうとにかく財政出動だといって、いろんなことをやりました、まあ、それは生活を支えるという意味で必要だったということと。 今の日本の行政には誰が本当に困ってるかっていう情報を持ってないもんですからあのとりあえず一律でみんなに10万円配りますみたいなことしかできなかったっていうそういうあの状況があってとにかくこの財政出動の金額をどんどん大きくしてしまったまあこれはある面有事の時に財政出動で生活を支えるっていうのはこれはあるんだと思います。 コロナの前はリーマンショックその前はアジア通貨危機、まあ、大体10年に1回ぐらい何か起きるときに政府があのちゃんと支えますというのはある面安心感にもなるだからそこはいいんですがもうコロナ終わりましたとじゃあこれ元の財政規模にちゃんと戻さなきゃいけないよねというのと今まで日本はゼロ金利マイナス金利がずっと続いてましたから、はい、政府の借金ってあんまり、えー、問題にならなかった。 ところがこの日銀がまあペースは別としてこれから金利を徐々に上げていく中でやっぱり政府の借金の利払いはどんどん増えていきますそうすると今まではプライマリーバランスを均衡させればよかったのがこれから先は財政収支をどうしますかっていう議論をしなきゃいけないからまずプライマリーバランスを均衡させようとそして財政収支をどうするかっていうのは経済成長をして 税収が増える中で財政収支をちゃんと見ていくか一方でやらなきゃいけないこともあるそうすると今やってる予算事業の中で何のためにやるんですかっていうのがあんまりはっきりしてないのが、うん、これはあのやめましょうと例えばコロナのためみたいなことはもういらないよねとそれからこういうことのためにやるんですという目標はあるんだけどもじゃそれをどうやって測るんですかとうまくいってるかどうかをどうやって測るんですかっていった時に 測るるものがなかったりするそれは駄目でしょうともう一つはこういう事業をこういう目的でやって成果はこれで測ります測ってみたら全然効果出てなかった俺、うん、もやめなきゃダメだよねっていうこういうその効果のない予算事業をやめてできた隙間に新それからもう一つは例えば今日本の研究者 で非常に研究の成果が落ちてきてててきいると言われていてそれはなぜかというと安定して研究をするための財源がどんどん減らされていてこう確証がなんか特別なこれのための補助金ですあれのための補助金ですみたいな補助金に変えるんですけども補助金って期間がものすごく短い。 だから研究者からしてみると一つの補助金を取ってもこの補助金は3年しか続かないよねというともうその3年の次のことをどうするかということを考えながらそっちの申請書も書いたりしなきゃいけなくてそのなかなか落ち着いて腰据えて研究ができないだから僕はもうこの補助金を全部やめて大学,費の,大学の運営費交付金みたいな安定して研究できるものにその予算を寄せようよと。 そういういことをやっぱりここでやっていいいかかななななきゃゃけないんじゃないのかなとあのよく財政より経済みたいなことを言う人いるんですけど、うん、いやそれ違うだろうと、うん、経済は経済で発展させなきゃいけないけど財政は財政できちんと規律正しくやんなきゃいけなくてこれどっちかっていう話でもないしじゃあ財政出動で経済支えますと言ったらそれ経済成長って本物じゃないよねと。うん だから財政は財政、経済は経済、それぞれでちゃんと議論をすべきで、今は経済の時期だから財政は置いときますっていう、いい加減な議論はもうやめなきゃいけないと思います、ね、そうか、じゃあ、その財政規律のところで言うと、どちらかというと、その税を上げてというよりも、今ある支出をまず見直すところから始める。そうですね,ですねあのデフレからようやく脱却しつつありますけれども、まだ個人消費が弱い。 だから今ここで税と言っちゃって個人消費がなんとなくこう伸びないと経済全体がまた失速感が出てきますんであのまずは無駄なものを削って必要なものを入れるあるいはまあ両方必要なんだけどどっちが優先順位高いのっていうのを見ながら優先順位の低いものを落としていくっていうことを やってこの予算の中身を入れ替えるっていうのをまずやらないといけないんじゃないかなと。なるほど、それについてじゃあちょっとお聞きさせていただければと思うんですけども、まあ、3つおっしゃっていただいた、無駄を削る、あとちょっと効率性というか、効果、うん、EBPM みたいなことですかね、効果,効果をちゃんと測る、でも3つ目は補助金の、まあ、補助金はまあそうですよねと思いつつ、1個目と2個目、ちょっと関連しているところもあると思いました、うんうん、効果ないのが無駄ですからね。うん、で、じゃあそれをなぜ河野太郎さんならできるのかちょっと聞きたくて、まあちょ、ちょっと意地悪な質問していいですか。僕河野さんって 怖くないでですすよねね大丈夫ですよね僕怖い人に質問するのもちょっと,全然っと全然怖くない人なんですけど <laughs> ちょっとじ地悪な質問をすると結構やっぱその行政の予算って大きいですから無駄を発見したり効果測定するのすごい難しいだろうと思うと例えば例で言うとデジタル大臣でいらっしゃるデジタル庁でしょうかまあ僕もメディアの人間なんでデジタル庁ニュースとかちょっと一応チェックしてみるんですよまあ結構予算使ってるんだけど半年経って例えば797人ぐらいかな登録者数みたいなまあこれをですね どうやってこれがちょっと無駄だかどうかって分かんないですよ分かんないけどやっぱす僕 YouTube やってますけど YouTuber からすると数千万使って797人って効率悪いみたいに思うんですよね僕らちょこちょこした予算でもってちゃんと頑張りますんでどうやってその所,所感管は見はそ,それ見えてないのおかしいですよねって言いたいわけじゃないですよでっかいからどうやってちゃんとそういうのを洗い出してって効果測定して 廃止していくんですけどなかなか難しいじゃないですか、見見ててまますす時 <laughs> ち,ちょっと少ないじゃないですの、うん、一つは、今まではこの予算事業を紙で全部書かせてたんですね、うん、紙で書かせて、紙でチェックするっていうのをやってたんですが、これを全部予算事業をシステムに入れましょうと、そこに予算番号を振って、これまでの経年変化を全部見れるようにしてきた。 だから、いろんなものを検索をかけて似たような事業の中でどういう事業があってそれを何で効果を測ってますかっていうのを見るっていうことが今までよりもはるかに簡単にできるようになりましただからまずこれをきちんと確証自分でやってくださいとその次に財務省と行閣で見ますよっていうのをやろうと思ってます。 ちょもともと基,基金というのはこの日本の財政の中ではダメだと財政単年度主義だと言ってたものをいやいやここは基金を作って安定的にと言ってまあ無理やり基金を作ったのが多分麻生政権ぐらいじゃないかと思うんですがあの時は随分基金一つ作るのに議論したのが今なんか基金授業見たら200ぐらいになってて。 これちょっっとさすがにやばいいだろうっていうての僕基金事業を全部見ましたた全全部見た全部見た<お>部見んですて結構ろくでもないのがいっぱいあるぞというんで<お>あの担当官庁の、まあ、副大臣クラスまで呼んでちょっとお,お前の役所のこの基金事業おかしいんじゃないのとちゃんと見ろというのをやりましたんでそれもこの基金も全部システムにデータが入りましたから、あのー、比較したり検討するのは 紙の,の時よりりも相当やりやすくなったんだと思いますだからそれを今度はあの例えば総理になったら、えー、閣僚を任命してまず初閣議やりますけど初閣議をやった後時間級局長級の官僚を全部官邸に集めて今度の方針はこれで無駄なものは削るとまず任せるからやってくれと自分でで甘かったらあのそれは人事にも 関係せざるを得ないする自分で見れないんだったらやっぱ見れる人をやらなきゃいけない人事でちゃんと管理するよとだからまずはちゃんと効果があの出てるのかどうか目標がちゃんとしてるのかどうか目標をどういう物差しで測るのかというのがあのちゃんとあるのかどうかそれをまず点検してくれとそれでだめなものは一回それを止めようと。 その代わりこれからやらなきゃいけない優先順位の高いものにそこの予算は入れ替えていこうじゃないかということをこれやっぱりしっかりやっていかないといなるほどあとそのまあ無駄の削減という意味でいうと調達とかそこら辺に関してはちょっとどうお考えかなと聞きたくて、まあ、僕今昔テレビ局にいたんですが今辞めて一中小企業の親父になりましたと本当は言いたくないんですけど、まあ、やっぱ官長の入札はぼったくれんですよ。<laughs> そなんかこうもう本当ちゃんとやれば儲かる やっぱ甘いしとと思うと、まあ、ただ、反面ですねも,うちょっともっとと他にも根深い課題があってでもやっぱ入札資格があるから、うん、比較的大企業しか、まあ、あるいはこうお付き合いあるところしかできなかったりとかするともっとこうスタートアップが入れてかつまあスタートアップが入るんだけど効率的にするとかいろいろ結構調達の仕方を改善あるなってこう中小企業の親になればなるほど思う言うともうかんないから言いたくないんですけど<や>そこはどう思いますデジタル庁でやっぱりスタートアップ、うん うー少しちゃんと優遇しなきゃダメだというんで調達のルールを変えたんですねあのスタートアップそれから中小企業、えー、そこは加点しますとそれであのプロポーザル方式にしてい、えー、くぞというんでかなりあの増えました、えー、件数ベースで3倍ぐらい増えたんじゃないかと思うんですけど金額ベースだと倍ぐらいにしかなってない要するにまだ小さい調達は スタートアップ中小が取れるようになったけどもやっぱり金額の大きいのはなかなか行ってないから件数は増えたけど金額はまだっていう状況なんですがこれね金額は難しくて、うん、あの例えば調達の期間を長いと小さいところはそんなに付き合ってらんないから短くしてくれとだけど短くすると人で足らないから。 調達に必要な書類が全部揃わないよねっていうようなことがあるんでこれちょっとどういうやり方がいいのかっていうのはもう少し考えないといけないなと思ってます総裁になったら調達の仕方見直しは見直さなきゃいけないし、うん、そのもう一つはスタートアップといった時に日本ってなかなか何を持ってスタートアップっていうのっていう定義がなんとなくこう書くたるものがないんでスタートアップと中小企業も今一緒にしちゃってるんですねまあそれはある面しょうがないのかな いいうとところはあると思います。それからデジタル庁でいうと日本の IT 業界って建設業よりもこう下請け構造が激しくて最後は人クでいくらみたいな話になっちゃって技術が全く反映されないんでデジタル庁は下請け孫請けも全部関わってる人は全部社名を出そうと。 うんでえー、取ったのはここだけど下請けやってるのはここで孫請けはこういう人がいてその下はこういう人がいますっていうのを全部リストアップしてそうするとその人たちはいやデジ庁のこういう仕事をうちやってますせって言ってそれを営業に使えるよねっていうんでそれもやってもらおうと思ってやってます。だから少しずつあの増えていいいきたいとというのと そのやっぱり大きいところが取るんだけどここは結局使用書を書いて下へ投げてますと,とコード書いてるのはもっと下のところなんだけど、ね、そうするとこのデジタルでいうと優秀なエンジニアがコード書くんじゃなくて優秀なエンジニアが大企業へ行って使用書を書いて下請けに投げてますみたいないや本当はその人がコード書いてくれればもっといいのができるのかもしれないんだけど実際にコード書いてるのは。 下請け孫受けみたいな感じになっちゃってるのが多くてちょっとこの辺の構造を壊さないと調達ルールだけでは良くならないなとなるほどだからあのも,うもう少しその業界の構造をデジタル庁も一緒になって壊していくってことを。うん やななないいいとけんだろうこれは IT の部分だけですけどもおそら同じようなことが業界で起こってしょうとあとまだあるのは例えばこれは国じゃなくて自治体ですけども入札に来いというところがあるんですよく入札しに来いと札幌まで行く札幌んだからそれは無理だろっていうだからオンラインでやろうよとだから行かなくてもできるようにしようとそれから その入札の資格がバラバラになってて北海道も東京もここも横浜もなんとかも資格取ってくださいみたいなそれもうどっかでランクが必要かどうかっていう議論あると思いますけどどっかでこのランクと決めたらもうそれが全部適用されればいいんじゃないとそうなななんですよね自治体ごとに取きゃいいけ自治体ごとに取らなきゃいけないというと大企業はやれるけど。 スタートアップ中小企業はそこまで事務作業できませんということになっちゃうんで,いいです、ね、入札資格の全国一元化してくださいよもうだからそういうこともやっぱりやっていかないとだめだろうなそういうことも視野に入れる、うん、でも視野に入れるどころかや,や,やろうよといえばそれをやったら経済活性化するんじゃないですかねだいぶ違ってくると思いますけどね無駄な事務作業もなくなるありがとうございますいろいろお話聞きましたけれどもじゃちょっとまた次の話題いきましょうか有事の例としてこう いろいろ財政とかですねいろいろ挙げていただきましたけれども、ちょっとそんなこと言ってる場合じゃなくて、一番のように自民党じゃないかという説あるじゃないですか、うん、<laughs> 自民党の支持率、まあ、まあ岸田内閣ですけどね、うん、岸田内閣の支持率20、20%になっちゃかなり低かったと、うん、まあ内閣の一員であったので、辛いところはあると思うんですけど、うん、まあ自民党に対して、今、これだけ、まあ、岸田内閣に対して、これだけ低い支持率がなっている原因は何だと思いますかあのやっぱりこれは、不記載問題とその処理。 がききっっちりできなかったとっいうところなんだと思いますあの岸田内閣全体としてはあの安保の三文書の改定とか、まあ、デフレから脱却をしているっていう経済的にも、まあ、あの残念ながら円安で輸入物価上がったんでちょっと実質賃金が下がってるというようなあの議論はありますがあの名目的には賃金上がってきていて。 かなり安定して賃金上昇が続くんではないかというところまで持ってきましたからこの岸田内閣内政外交ではそれなりにあの足跡を残したと思いますけどもこの不記載問題がやっぱりえ自民党で始末ができなかったもんで総理が政倫心に出てってなんかやったりとかですね政治資金規正法の改正をするところを総理が何か えー、故障の矢面に立ったりみたいなところもあって、ちょっとそこはあの党がやるべきものを党がやれなかったっていうのは、これは非常に総理に迷惑をかけたんじゃないのかなというふうに思いますまだ内閣の仕事というよりも、党の問題で支持率下がっちゃったみたいな、ねまあ、本当は別のものですけど、ねはい、あるじゃないですか。と自民党、どう変えてきますそのやっぱ政治と金の問題が、なんで今回こんななっちゃったのか、ざっくりと、こう、不記載、あんな2000万とか。 あ,のあれはいろいろ話を聞くとその不記載になった議員の多くは別に不記載にしようと思ったんじゃなくて派閥の方から記載するなとと言われましたとで結局記載できなくてと収入を記載しないとこの支出と合わないんで領収書も全部取ってあるんだけど支出の方も結局収入記載できない分支出の記載も落ちちゃった。 っていうようなことがあってそれはあのまあそれ不記載にしちゃったこと自体はルール違反だから悪いことなんですが不記載にしろと言った人間がやっぱりいるわけですねでそこがなんだか検察が入ってもよくわからなかったという変な終わり方になってしまったんだと思うんですそれでその政治資金報告書を 記載を直しましたと訂正しました以上終わりという変な終わり方になっちゃったもんですからそこがやっぱり世の中からしてみるといや書類直して済むんだったら俺の <laughs> 申告書だって書類直して終わりにさせてくれみたいな声は当然出てくるんだと思うんですだからやっぱりそのなんだかよくわからないけども政治資金をちゃんと報告すればいいものをそこをドガチャがしようとしていた まあ勢力があったそれがまず問題でそこをどうきちっと処分するかというのができなかったっていうのが僕はもうこの政治資金というのは今全部非課税になってますからこの非課税で優遇されているものについては全部領収書をつけてあの1年終わったら直ちに報告しますと、うん、こういう当たり前にするのが僕は一番いいと思って。 もうそれをしかもデジタルであのちゃんと報告をすればあの寄付しましたという人ともらいましたという人が自動でマッチングできますからそうするとこんなあの記載漏れというのはもっと早く発見されてあの対応ができる。 ことにななるんんでそれをややっっぱりやったらいいいじゃないのかなと10年後公開っとかでしたっけ10年後公開なんて何で10年後に公開しなきゃいかんのと、うん、そんなもん普通に公開すればいいじゃないか河野さん総裁になったらどうするんですかそれもだから非課税のものは全部即時公開即時公開にしろ翌年公開にすればいいもちろんっていうふうにお考え、はい、あと1個ちょっとその <laughs> 事情作用みたいなところ聞きたいんですけど河野さんが原因何ですかって多分一番確信だった答えは まあ、多くの人は確かに派閥に言われたからやったっていう人も本当いると思うんですよ。それが,それが罪に問われるかどうかは別としてですね。それ結局知らなくてもダメなもんダメってなるけどただ、まあ、本当言われた人もいると思うんですよで誰が言ったのかっていう問題があるっておっしゃったじゃないですかいやそうなんですよ事務局長もさ、うん、検察には誰かに指示されたって言ってるといや検察は普通だったら共犯の人の名前共犯者がいるって言ったら吐かせない事件なんてないじゃないですかなんかそんな甘い検察見たことなくて。 でも今回に限りは吐かせないし、いや、だったら自民党が事務局長に、いや本当申し訳なかったと罪を問われちゃって、申し訳なかった、誰か指示したんだよ、ね、申し訳なかった、誰か言ってくれって言うべきじゃないですか。<laughs> だって指示した,人いたんですよね、あのー、検察はまあ強制捜査までてきますから、本来、えー、検察がそれを明らかにしなきゃいけないんだと思いますが、検察がこの終わり方をしている中で、じゃ自民党が調査委員会を。 立ち上げますと言って別に強制捜査権もない調査委員会ができるかというとそこは正直分かりませんだから,だからそこはあんまりあのこれは例えば法務大臣が指揮権を発動してやれっていうようなあれがあるんだったらそうかもしれませんけども。 だからあのちょっとそこは、うんあ,のまあそこまで検察は人を集め捜査をやっていて、まあ、ここで終わりになっちゃいましたっていうのはあ,のあ,あまり納得のいく終わり方ではないというのはその通りなんですここもやましってやっぱ自民党に対する国民がいやちょっと事情作用的にどうなのってなっちゃうと思うんですよね。どどそこはなんかどうかならないですかね。それ <laughs> あのだから一つで言のは二度と、の二度とこういうことを起こ,起こさない、だからあの疑わしきは罰せずじゃなくて、疑わしいんだったらあの、ちゃんと自民党内で明確に署名できないものについては、うん、は疑わしきはちょっとどうするかっていうのは考えないといかんと疑わしいことするなぐらい疑わしいことをしないと。 そこはちゃんとその金の動きやら何やらは証明できるようにしてくれというふうにしとかないといけないんだと思いますねで、まあ、その岸田さんのお考えの中ではその政治と金の、まあ、根本の一つが、えー、問題の根原,因かな原因の一つが派閥、でまあ、派,派閥ってまあグループはしょうがないと思うんですけど、まあそのせえー、金と人事を持ってグループがその、まあ、派閥が原因であるとして派閥の解散を宣言さした岸田派で、安倍派もまあ解散すると。 まさか、ちょっと、え、ちょ気持ちいいこと聞いちゃって申し訳ないですけど、まあ麻生派は解散する気配ないですよね。で、こんさんは麻生派にいらっしゃる。これはなんでなんですか。要するに、今回の問題って、不記載の問題ですから、派閥さんはもう関係ない。っていうのは、こんさん、の考え、うん。あ、あるんですよね。うん、それで麻生派は。もうずっと、この、お金は銀行振込で、えー、極めて明朗に。通帳にちゃんとやってたわけですから。多分、あの、今回も、検察に麻生派も呼ばれてるんだと思いますけども。 もう通帳を見せて、金の流れはこの通りですと、言っと、そこに全部出てますから、多分それであ分かりましたということになったんだと思うんで麻生派はちゃんと不記載じゃなくて、もう通帳に記録が残るように処理してたそうですね。と、うん、かそうすると、今のお聞きすると、まあ、岸田総理の判断は派閥というものがその政治と解明の原因だったから解散しようことこその見立てがちょっと河野さんとは違うということですかね。だだと思います。ただ その今までも派閥解消っていうのは自民党をやったことがあってやりましたが結局派閥解消しました何となく人が集まって旧なんとか派と言われて活動してたのが知らないうちに旧が取れてなんとか派に戻りました、えー、というのを繰り返してたわけでだから今回も派閥解消と言いましたけども。 本当にこの半年のうちに解消したのは森山派ぐらいでついこの間岸田派が解散届を出しましたと言うけども総理が解散と言ってから半年以上経っててなおかつ今総裁選やってますけど、えー、あの麻生派はと言って私批判されてますけどす、ねはい、他もみんな旧派閥なりグループで。うん 派閥とこの派閥旧派閥とグループと何が違うんだろうっていうのはう多分取材をしているあの記者さんたちも同じように見てるんじゃないかと思います、ね、あそのなんか外から見てると派閥が関係なくなったからいっぱい立候補しているように見えるんですけど実やっぱ派閥の一応理論で動いてる、まあ、あのそこは確かに派閥がなくなって動きやすくなったから立候補している人もいれば。うんうん 派閥で、えー、力学が若干働いていいてるるというとうころもあるんだろうと思いますだから完全にそのどうなのって言った時に大事なのはまず派閥でパーティーやらなくしましたから金は入ってこないんで派閥が金配って何とかっていうのはなくなります。それから人事に関与させませんというのは自民党のガバナンスコードに謳ってますから。うん 大事なのは今、派閥がどうですかこうですかじゃなくてこの総裁選で選ばれた新しいリーダーが人事をやるときに派閥は介在させませんと言って人事をパシッとやるそれをみんなで確認して見て確認するっていうのがやっぱり大事なことなんじゃないですかね、それをきちんとやらないとこの自民党に対して信頼が戻せないっいうことになるんだろうな。 最後パシッとその派閥の問題に一つだけ最後聞きたいとしたら麻生派はまあちゃんと金記載してたわけじゃないですかで、まあ、残念ながら記載してなかった派閥が何個かある二階、まあ、派とか安倍派とかしてなかったその差はどこから、まあ、確かにそれ聞くと派閥が存在したことが原因じゃないかもしれないなと思ってきたんですよねで別に派閥がと金と人事握ってる問題でもないのかなだって麻生派も握ってましたもんね金と人事をだけどまあそこは不記載してなかったな何の差があったんですかそこの 何年,か前に何年か前に麻生さんから事務局にその金の流れを透明にするのに銀行振り込みにしろというんであのまあ事務局から麻生さんに透明にしましょうと言ったのかそこはあの派閥の上には僕たちしてないからわかんないんですけどとにかく何年か前にとにかく全部クリ,アク,リアクリアに銀行振り込みオンリーにしようということでちゃんと守っていったも 良かったった事情さえというか、自立性っていうんですかね、なんかこう、そこは働くのと働かない、なんの差があるんですか、そこはそこはたまたま,たま,たまみたいなことなんですかうんどうなんでしょうね、そこはちょっとよく、<laughs> それはう政治学者がそのうち研究をして、うん、何がその違いだったのかっていうのは、うんうん、研究対象になるのかもしれません、うんまあ中に言うと、実感して分かるものは、まだそんなにない、うんえ、ありがとうございます。 あの河野さんと僕、ちょっと初めてお話しさせていただいて本当に政策、赤裸々に語っていただいてありがとうございますとで今日、バンチャーさんに、うん、バンチャーさん来てたから聞いたんですよ河野さんどんな人ですかちょっとメディアのイメージだとこ怖いんじゃないですかってびくびくしてたんですけど意外にやっぱその話すと柔和じゃないですか。でいやいや意外にってもで, <laughs> ですよね <laughs> Twitter とかだとその X だとこの間もちょっとテレビでいじられてましたけど一応ブロック太郎っていうちょっと面白めのあだ名とかついちゃうじゃないですかあれなんでこう SNS とかだとちょっと怖い人みたいなすぐブロックする人みたいな認定されちゃうんですからはな。何ででしょうかねあのまあその今の SNS ってかなりちょっとひどく荒れていて特に XTwitter あのもう普通の人が、まあ、普通の人かどうか分かんないけど誹謗中傷を誰に対してもやるみたいなことがありますよね。で僕はあ,のあれを放置しといたがためにやっぱり自分で命を絶った人までいるっていうのは相当僕は重いと思っていてまあ言ってるのは別にこれ SNS って楽しいからやるんで。 嫌なことをあれする受け入れる必要はないから何かあったらさっさとブロックした方がいいよって言うんだけどなんかブロックすると批判されちゃうからみたいな世の中になってて「<laughs> うん、いやいやそれ絶対違うからと」とブロックした方がいいと。であのじゃあミュートじゃダメなのってよくメディアからは言われるんですけどミュートにすると僕は見ないけど僕の。 アカウントを見に来です、ね、でそれはねあの高校生とか大学生とかもいるし、うん、まあいろんな人がいていろんな人が見に来てこの誹謗・中傷がだーっと連なってるのを見たらやっぱりそれは不愉快になるし、うん、やっぱ暗くなるし、うん、なんとなくこの SNS どうなのってやっぱり思っちゃいますよね。うん、だから僕は あの誹謗中傷はとにかく許さないっていう社会的なコンセンサスを作んなきゃだめで、うん、ブロックをするのがいかんじゃなくてブロックをしなきゃいけないような誹謗中傷をやってるやつが野放しにされてるのがいかんとだから僕はねあの不思議に思ってるのは例えば大学の教授とかね講師とかねその教育者の立場にある人が結構平気で人を罵るわけですよ。うん それを学生が見てたらだって。自分の先生が人を罵ってたらいいのかって、やっぱ思いますよね。僕はああいうその大学の教員がやってることを、その大学が野放しにしてるっていうのは、これやっぱり大学の理事会とか評議員会がもうちょっと言わなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。だからもうあのやっぱりみんな。 その何かあったら安心してブロックをする <laughs> みんな何かあったら安心してブロックするもう本当にそれ大事だと思いますでなんかブロックすることを他人に批判されたらそれもあの聞く必要は僕はないと思っていて、うん、やっぱり道ですれ違いざまにバカ野郎って罵倒する人ってやっぱり変な人じゃないですか <laughs> まあちょっと困っちゃいますよねでも SNS だと見ず知らずの人がいきなり 相手罵倒してみたりっていうことが起きてるっていうのはそれはやっぱりねおかしいと思いますね。なるほどまああのおおむね賛成ですとその河野さんのお考え賛成ですし、まあ、その誹謗中傷心病みますからブロックするのもいいどんどんブロックしようそれもいいと思うんですよね。で、まあ、ただちょっとだけ気になってお聞きしたいのは、まあ、比較的まあ河野さんの周りにいる人もまあこう目でやってると多くて、まあ、誹謗中傷までいかないり批判ぐらいあるいはちょっと。 考え違うこと言ったぐらいでもブロックされちゃったなっていう感じの人いたりとか、まあ、ちょっとそういう新聞報道もあったりとか。すると、ちょっと誹謗中傷じゃない、のもちょっとブロックしてるように見受けられたは見受けられたんですよ。河野さんのこのブロック基準何なんですか。誹謗中傷じゃないとこも一応やってるとは思うんですけど、うん。まあ、誹謗中傷をブロックすると。誹謗中傷ひ、批判はどうなんですか。批判は。批判は出てますよ。うん、普通にリープ見てくれれば。あ,あの、あ、そう、ブロックしての誹謗中傷だけだよという認識であると。河野、うんうん、さんの主観として誹謗中傷だったと、そこをブロックすると。うん なるほど、わかりました。まあそうすると、河野さん、あ、まあそうだな、河野さんの、うん、デジデジタル大臣になったらどれくらいでしたっけ？もう2年ですね。2年。2> うん、これからこの SNS とかで政治を発信していくメ,メディアとかの使い方ずいぶん変わっていくと思うんですけど、河野さん総理になったら発信の仕方どういうふうに変えていこうみたいなお考えってありますか？まあ X もありますし、YouTube もあります、あ。あのー、いろんなのがあると思います。まあまあ個人でやってるのは個人でやってるから。うん それはあの好きに続けさせてもらって、やっぱり官邸があのもっとメディア、マスメディアだけでなくて、て自ら SNS だったり、YouTube だったり、いろんなメディアを自ら使って発信するっていうのも僕は大事なのかなと思いますね。うん、そうよね。でその時にまあいろいろこうオウンドメディアみたいにも持てるじゃないですか。持て、うん、る時にまあこう意見とか出てきた時に。 まあの論外だとただ、いろんな意見ありますよね、それをこうどうやってこう吸収していこうと思いますか、まあ、やっぱり批判も結構くると思うんですよ。いや、それはもうメールなり目安箱なりでどんどん受ければいいんだと思います。うん、でも問題は、例えば SNS なんかだと、ついたリプがこう世の中にやっぱり見れちゃうんで、それを見に来た人にやっぱり影響があるから、それはメールなり、 あの目安箱に投稿してくださいと言ってこっちで受ける分にはああ双方向の SNS じゃなくて、うん、そう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 ,う,いう意見を<の>、うん、建設的にこう議論ができるんだったら SNS でやればいいと思うんですけども、うんうん、そうでないんだったらそれはもう全部こっちでくださいと、うん、だから僕も今あのホームページに河野太郎へメールっていう項,項目があって1日に何百通と来ますけど。うん 一応,一応目通します、うん、まあそれもあのひどいのも結構ありますけど <laughs> まあバリ増言系,、うんまあ、系もありますけど、うん、それはまあこっちであの見るだけですからその周りにあまり影響は出ませんから、うん、それはそういうやり方でいいんじゃないかなと思いますけどど、うん、なるほどありがとうございますあとちょっと河野さんが最近おっしゃった政策についてお聞きしたいんですけど、えー、まあ 年末調整の廃止について言及なさった。んですが、うん、これの意図は何だったんですか。結構いや、それはですね。サラリーマンです。結構面倒くさそうみたいな、うん。いやいや、それは。あの話が随分飛んでいて。はい、まず、何が起きたかというと、はいはい、コロナ禍で。困ってる人が出ましたと。出ましたと。だけど、日本政府には誰が困ってるかという情報が全くありません。はい、なんと、なれば、あの政府の所得情報っていうのは。 前の年の確定申告の情報しか行政を持ってないから、今誰が困ってるっていうリアルタイムはないんですね。すかだからイギリスはかなりリアルタイムに近い形で行政が所得の情報を取ってるんですね。<ー>だからイギリスはこのコロナ禍で収入が減ったところに支援をしようと言って支援ができた。 だから日本も僕は同じことをできないかなと思っていて今ここで減っちゃったぞみたいなそうそうそう,そう<ー>でそれは何でかっていうと例えば子供三3人抱えてるシングルマザーの方でもうその仕事2つだか3つだか掛け持ちしてますとでもう子供育ててお弁当作ってあの土曜日のサッカーだか野球の送り迎え行って自分は仕事を 複数かけ持ってっていうともうその国が東京都が何々区がどういう支援策を出してるかっていうのをもう全く調べる余裕すらないもう、うん、だから本当に困ってる人はこっちから見つけてないとその支援策こういうのがあるよねって調べてあの申請してくれるのはまだ。 その本当に余裕が全くない人に比べればまだいいんだけど本当に余裕がない人にやっぱりこっちからアプローチをしなきゃだめだよねっていうとイギリスがやってるように給料払いましたとその給料払いましたという情報を政府の窓口に都度デジタルデータで送ってくださいとそうすると給料いくら、源泉いくら保険料いくら誰々マイナンバーどれ。 とと言ってて窓口に出てくださいとそうすると窓口はそれを税務署自治体年金機構なんとか必要なところへスルーで流しますととその情報がたまっていると以前の6ヶ月これだけ収入あった人がこの6ヶ月こうなってますまあ3ヶ月3ヶ月でもいいんですけどそうするとここはフラグが立って何か問題が起きてますとと大丈夫ですかと行くあるいはもう支援を出しちゃう。 そういうことがデジタルのデータを使えばできるようになるんでそれをやろうよっていうのがまず私の提案ですを届かないところにちゃんです。と手厚しようっていうのうプッシュ型で支援ができるようにしようとそのためには必要なデータをデジタルの形で送ってくださいとっていうのがあってそれができると、まあ、それをやるのにまあ時間かかりますからこれる今年来年というわけにはいかないんですけどそれをやるのにまあ数年かかる。 でそれができるとデジタルデータでその所得やそのいろんな情報が来ますから窓口から税務署へスルーしてきたデータを税務署はマイナポータルを経由して e タ t a x へどんどん入力をしていけばいい、はい、そうすると1年が終わったときにあなたの収入はいくらでした源泉徴収でいくら所得税もらってますあなた、保険料これだけ払ってます生命保険料、地震保険の保険料 年金保険料寄付金いくら寄付金控除これだけ医療費これだけかかって医療費控除いくらで、えー、税率計算したらあなたの還付金はいくらですっていうのが出てきてで、えー、みんな見てもらってあそれでいいやって言ったらピッとボタンを押したら確定申告終わりと。だからあの確定申告というけども全部数字出てきますからそれを数字を見て。 あの間違ってないかそれからまあ雑所得ある人は雑所得の経費は自分で入れてくださいねっていうんでそこだけ入れてもらえば確定申告終わる,そう,するそうするとみんなが確定申告それでできるんだったら年末に会社がいちいち年末調整やらなくてもいいよねとそうすると会社は年末調整の事務から解放されて会社は今あの税務署自治体ハローワーク年金機構ってもういろんなところへ この社員の所得情報を出すわけですけどそれもいらなくなるわけですよそうすると個人はあの確定申告をしなきゃいけないというけどもパッと見てさっとボタンを押したらそれで終わりですからもう一つ大事なのは確定申告をやってくださいというと1年にいくら税金払ったの1年に保険料いくら払ったのっていうのが出てくるわけですよこんな払ったのかってことになる,と頭るわと思っちそう,そう,そうちとそうするともっとちゃんと使えよう一票入れにくくもしないわそれ。 っていうんで個人はその数字を確認してボタンを押してくださいということになります。だから今、確定申告で行列してるのに全員やったらどうなんだっていやいやもう行列いらないからと。行かなくともいやれますからね。それから企業は年末調整いらないしあのいろんなところへ書類出さなくてあのだからシステムでもう給料払ったら窓口へその情報が自動的に飛ぶようにしといてくださいと。税務署は もうオンラインで全部データ来ますから、うん、今今にみたいに確定申告の書類が紙で来てそれを OCR で読み取ってなんとかっていうこともいらなくなるでみんながこう事務作業が楽になった上でこちら側からプッシュで支援を出すことができるっていうのが大事で、うん、っていう話をするとなんかメディアは年末調整廃止っていう目指しになるんで <laughs> そ、ね、そう僕はそこでめげていやいやそうじゃねえだろってそれ副産物だから。うん そうかでも根本の思想のとこ聞くとへえと思いますねその、プッシュ型の福祉できて、納税者、当事者意識も高め、まあ<う>まあ、効率化っいのはデジタルであると、うん、な,なんでそれが伝わらないですかねだからかそれがなんか知らないけど、<laughs> 年末調整廃止とかって言うんで、世の、ね、中はえーみたいな話になるんで、いやいや、それちゃんと記事にしてよ。 でもぜひあの、それ本当に捜査員とやる際はあのめちゃくちゃ使い勝手してくるよく言うんですけど、やっぱ結構リテラシー、僕も低いんで、超簡単じゃないとできないんで、やっぱり今、今オンラインであのいタックスできますっていやいや、めんどくせえだろう、うん、これって。うん、結局、窓口行きたくなる気持ちもちょっと分かるので、うん、いやあれ今年からそのオンラインで源泉徴収を提出していただければ。うん 給与所得も自動入力になりますっていうのをずっと去年宣伝してたんですね。で、はい、今年確定申告やるときにメディアが何社かやってんところを取らせてくださいって言われたんでやろうかなと思ったんだけど、はい、なんかちょっと一瞬紫したからちょ,、うん、ちょっとまとめて言って自分でやってみたら出てこないんですよ、うん、欲しいなと思って、うん、でどうしても出てこないから衆議院の事務局に電話して「 オンラインで源泉徴収出してるよねって言ったら、うん、あ大丈夫ですちゃんとあのディスクに入れて税務署持ち込みましたってそれオンラインじゃねえじゃんすごいです <laughs> デジタルじゃデジタルですけどリっっディスクで持ってってたんです、ねうん、参議院はちゃんとオンラインで源泉徴収を提出してくれたんで、うん、参議院は e タ t a x で給与所得も入ってましたって言われなんだけど、うん、衆議院は今年はできなかったんで。<laughs> あの なかなかまあ、制度変えるって大変ですね。事務方さんもね。まあまあ、そこはいろいろあります。<laughs> そうか、ちょっとそういう思想まで伝わると、まあ、いいですよね。あと、だかそういうとマイナー保険証も、あの、進めてきましたけど。でもね、やっぱ、使いが、まあ、やっぱ、わかんないから、延期しようみたいな話も出てるじゃないですか。うん。うう分かんないことはなくて、うん、もう、そこへカードを置いて、顔認証すれば、それで終わりなんですね。 だからあので高額療養費もそれやってくれれば、うん、いちいち窓口で支払って完封っていう必要もないし、うん、あのこの間僕薬局の視察へ行ったらもう高齢者で1日10錠を3回飲んでますみたいな、うん、そうするとそのどの薬を飲んでるかは本人は分かってない、はい、でいろんな病院に行ってるから同じ薬が実は出てますっていう人が日本は結構いて。うんうんうん この重複を排除するだけでおそらくかなり医療費は安くなる。なるそれからこの薬とこの薬は実は飲み合わせが悪いっていうのも,もうあれだけ薬出ちゃうと、うん、それはなかなか目視で見ても見落とすだろうな,ないというのがちゃんとコンピューターで弾いてくれるんで、うん、あのそういうメリットはあります。うん、で、今、マイナンバーカードを持ってるよっていう人で、マイナンバーカード保険証で1回でもやったことのある人の割合ってのは結構高いんですね。だけど実際には あの利用率そこまで高くないというのはやっぱり病院がついつい保険証って言っちゃうもんだからマイナンバーカード持ってきたのに保険証と言われたから保険証を出しましたみたいなことになっちゃうんでやっぱりこの病院のなんていうか病院にもっと理解をしてもらって病院の方からマイナンバー保険証を出してくださいと言ってもらえるようにしないといけないのかなと思います病院とかの協力も得ながら <うん S 2> ありがとうございます。 いろいろ聞いちゃってお時間もそろそろになりましたああいやなんかちょっと聞きづらいすみませんブロック太郎とか言って本当すみませんしぶち <laughs> <laughs> 切れられるかと思ったけど切れられなくてよかったです本当で、えー、じゃあ最後ですねあの視聴者皆さん普段あの河野さんのですねご意見聞いたことない人もいると思うので最後あの視聴者皆さんに訴えたいことですねあったらぜひお願いしたいと思いますはいあのー、今回の自由民主党の総裁選挙はやっぱり、えー、どうやってこの日本の国有事の今 乗り越えあのなんか難しい話を避けて「経済を成長させます!」って「いやいやどうやって経済を成長させるの財政より経済です」いやいやそれはさっき言った通り財政も大事経済も大事でしょう」その今まではなんとなく面倒くさい話痛みの話は避けてきた感がありますがもうここで金利も上がっていく。 賃金上昇、ようやくう継続的にいきそうだという中で、やっぱり痛い話、難しい話もきっちりやろうよ、その政策議論をきちんとやって、なるほど自民党に日本を任せよう、そう思っていただける総裁選挙にしたいと思ってます。あの特に、えー、ずっとこの話の中で申し上げたように、今、この有事を乗り越えられるのは、 やっぱり経験豊富な河野太郎に任せていただくのが一番だと私も思っておりますのでぜひ河野太郎にご支援いただきたいと思いますよろしくお願いします今日のなぜ政治家やってるんですかは自由民主党総裁選に立候補されている河野太郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました